ところで質問ですと、これから個人の小児科や子どもの発達外来の病院、産婦人科等々の建設はないのでしょうか。これですね、一般質問でもこれの類ってこれまでも出てるんですよ、何回か。で、僕の意気になってからは、もう率直に、正直に言ってます。今から病院を新たに作ったり、まあ、科を新設したりっていうのは、まずないと思います。ない。ないっていうのは、そもそも市がやる話じゃないんですよね、病院っていうのは。基本的に、ね。まあ、公立の病院もありますけども、うちで言えば、あそこ、なんだっけ、JA か。はい。がされてますよね、吉田総合病院か。はい。で、その中の、ね、何かをどうするっていうのはあくまでも経営の話なので、そこで結論が出ます。で、かつてあった産婦人科が2019年ですか、私が帰ってくる前に、もう畳まれたわけなんですけども、その時にもう子どもの数が減って、赤字だと年間何千万だったかなの赤字になるから、もう続けられないということで廃業を決められました。でもちろんその時に市がどうすると財政支援するかみたいな話もあったらしいんですが、その時ですら厳しいという結論でした、私の前でですね。でましてや今もう3年4年が経って、ここからさらに財政状況厳しくなっていくのが分かってる環境下で、病院を財政支援で何とかするっていうのは極めて難しい話だろうなと思います。で、そこに財政を投入するんであれば、他のところの方が市民にとって有効なんじゃないかなと思っています。で、さらに言えば、今現状ですね、隣の三好とか広島に病院があって、そこでなんとかカバーできているわけですから、そっちに飽きた形としては、頼るのがやっぱり正解なのかなと、まあ、要は4年前の結論が妥当なんではなかろうかなと僕も思っています。はい。で、ここに、ね、最後書いてくださってるんですよね。建設されるとさらに住みやすくなるのではないかと思います。はい。その通りですよ。あったらいいんですよ。あったら住みやすくなるんですけども、でも住みやすさはこの町じゃ求められないです。現実的な話として。これから地方で住みやすさは諦めてください。はっきり言いますが。住みやすさが欲しいんだったら都会に行くしかないですよ。なので、僕自身も、言ったのは、住みたいと思える街なんですね。住みやすさというのは、無理だと思っています。まあ、そのあたり、前回の9月かな、一般質問、足田議員の一般質問の中でお話もしているので、時間があればまた見てみてください。はい。次の質問に移ります。任期の残り1年で重点的に取り組んでいこうと考えていることについて伺います。世界で一番住みたいと思える街、この実現を達成したいという思いです。新人として初議会での一般質問に臨みます。言葉が足りず、私の意思がうまく伝わらないこともあろうかと思いますが、よろしくお願いします。また、質問の前に市長にお伝えしておかなくてはならないことがあります。選挙期間中だったと思いますが、私の後援会宛てに一通のハガキが来ました。そこには、市長は悪くない、抵抗勢力になるな、市民の会、とありました。市長に多くの支持者がおられることは承知しております。市長の抵抗勢力になる気はありませんので、この場を通じてお伝えしておきます。それではこれより通告に基づきまして質問させていただきますが、市長は世界一住みやすい街づくりを目指しておられます。私は日本一住みやすい町を目指しております。こうしたことから向かうところは一緒のような気がしておりますので、
前向きな回答を期待しております。これまで何回かこの場でも質問があって、その都度もうちょっと考えてみてくださいと。まずは自分自身でそれぞれが何なのか、どういう意味なのか考えてくださいとお伝えをしてきましたが、任期ももう残り1年を切りましたので、その真意を今日はお伝えしようと思います。非常に簡単な国語の問題です。順番に区切ると、世界で一番というのは別に広島県で一番でも日本で一番でも宇宙で一番でも問題はないんです。この世で一番と言ってもいいかもしれません。要は特別だと、自分にとってかけがえのない、そういう意味です。で、続く言葉が住みたいです。これ何回も訂正しました、指摘しました。住みやすいではないんです。住みやすいというのは非常に物質的な話です。それこそ生活するのに便利がいいとかであれば、絶対街の都会の方がいいんです。そうなるようにできてるんですから、田舎はやっぱり不便です。そうではなくて、物質的な豊かさではなく精神的な豊かさ、これが田舎だからこそ大事だという捉え方を持っていました。そして住みたいと思える、ここが一番大事です。住みたいというのは十人十色、千差万別、幾通りも存在します。でもそれでいいんです。その自分が住みたいと思える理由ですね、これを市民みんなで全員で共有したい、共有させたいと願っていました。住みたいというのは主観ですが、住みたいと思えるというのは客観です。私が言ってる、あなたが言ってる、誰かが言ってる住みたい、それをみんなで分かち合えば、ああ確かにそうだねと、住みたいと思える街だねとなるんじゃないでしょうか。先ほど旧庁時代、旧六庁という言葉も使いましたが、今年で20年目です、市になって。しかしながら未だに市としての、市民としての意識は脆弱だと感じます。故に市民としての意識、誇り、矜持、シビックプライド、これを早急に作る必要があると考えていました。別の言葉で言い換えることも何度かしました。新たに誠に統合された町、言ってる話は同じことです。この人は何を言い出したのかなと、もしかすると思われた方もいるかもしれませんが、ずっと私は就任以来、なんなら就任する前から同じことを言い続けています。メッセージは一つです。安芸高田市として何を目指すのか、それをこの3年間問い続けてきました。そして残りの1年でもしっかりと問いかけ続けたいと思います。ちなみにですが、私にとっての世界で一番住みたいと思えるその理由というのは極めて簡単シンプルです。私がここで生まれて育った町、育ててもらった町、そして育ててもらった くださった親、親戚、地域の皆さんがこの場所にいるから、こうして戻ってきました。きっとここにいらっしゃる方々それぞれ、そして市民全員にそうした大事なものがあると思いますので、しっかりとそれを今これから将来にわたっても共有していきたい、共有し続けたいと思います。